AJCC2021 アリストテレス正解です。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証の柳生でございます。本日は5分でわかる外球データ編ということで AJCC2021 をチェックしていきたいと思います。それではこちらが本日メニューでございます。まず1つ目、過去の AJCC 外球傾向を学ぶということで、外球部は過去の AJCC でどのように構想しているのかを確認していきたいと思います。そして2つ目、今年の AJCC はどんな馬を狙うということで、過去の傾向から今年狙っておくべき外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。それではこちら AJCC2018 年の傾向でございます。1着がダンビライト、2着がミッキースワロー、3着がマイネルミラーでございます。この年は2着のミッキースワローのみが外球調整となっておりました。そして2つ目、AJCC2019 年の傾向でございます。1着はシャケトラ、2着はフィエールマン、3着はメートルダールでございました。この年はシャケトラ、フィエールマンが外球調整でございました。そしてこちらが AJCC2020 年の傾向でございます。1着はブラストワンピース、2着はステイフーリッシュ、3着はラストドラフタでございます。1着のブラストワンピース、2着のステイフーリッシュ、この2頭が外球調整でございました。AJCC2021 で狙うのはということで2つのポイントを挙げさせていただきました。まず1つ目、菊花賞からじっくり外球の法則でございます。2018年2着のミッキースワロー、こちらはケーストレーニングで外球調整を行いました。そして2019年2着のフィエールマン、こちらノーザンファーム店へで外球調整を行っております。そして2つ目、中日新聞杯からのステップが好調でございます。2019年3着のメートルダール、2020年3着のラストドラフトが好走しております。AJCC2021 年に関しましては、菊花賞からじっくり外球調整をする馬、そして中日新聞杯から向かってくる馬、この2つを重要視していってみてはいかがでしょうか。最終的な外球馬やデータ該当馬に関しましては、週末出走馬が確定いたしましたら LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。本日も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございました。皆様の予想や見解もコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。レース前の平日も予想で盛り上がっていきましょう。そしてこれを YouTube をやってから楽しみにしておりましたが、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお待ちしております。大変喜びますのでよろしくお願いします。そして LINE では最新の外球情報をお送りさせていただいております。サイト内でもなるべく早くまとめさせていただいておりますが、最終的な外球情報に関しましては LINE でお送りさせていただいておりますので、ぜひ予想にお役立ちいただければと思います。概要欄のリンクから1秒で完了いたしますので、ぜひ登録してお待ちくださいませ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。